はい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 。やっぱそんな甘くないよな。野球って。やっぱり、そんなにずっと勝てるもんじゃないし、相手もやっぱりプロだしね。非常にね、今日は、しんどいゲームというか、まあその、まあ初回ですよね。 やっぱり初回の4失点っていうところに、まあ、つけるのかなともいうふうに思い、思いますしね。あ相手ピッチャーのケイ投手ですかうん、球も速くてね。ああ、まあ、いいピッチャーだなーというふうに、えー、思いましたし、まあ、ファーボールがね、結構5個ぐらいあって、まあ、得点できるかなというふうに思ったんだけど、やっぱりね、ヒットが打てない。えー、ちょっと、球が強いしね。うん、変化球もある程度やっぱり、まあ、操れてるっていうところはあるんで、 まあそこはね、ちょっとジャイアンツ今日ね、えー、厳しい戦いになったんちゃうかなっていうふうに思います。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見れてください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほど終わりました、ジャイアンツ対、えー、DNA ベイスターズのー試合解説の方をやっていきたいなというふうに思ってます。はい、まあね、巨人7連勝で来てて、まあね、 10連勝夢の10連勝あるかとかね、えー、なんか調子乗って僕言ってましたけども、まあやはりそんなに現実は甘くないというところで、まあちょっとね、えー、カ負けですね。完封負けを、おまあ食らったというところで、まあね、えー、まあポジティブに考えるとですね、えー、まあこのカードもですね、2勝1敗で勝ち越しをしてるというところで、まあ非常に、えー、まあ切り替えてね、えー、次の半身かなっていうところに、え、臨んでいかないといけないと。 いうふうに思いますし、えー、まあ、切り替えのスポーツではあるのでね、野球というのは失敗が多いスポーツですから、非常にね、そういったところは、ああ、選手をね、まあ、そんな言わなくても切り替えられてるわっていう話なんですけども、まあ、そのファンの方もね、えー、明日の、戦いにまた臨んでほしいなというふうに思っています。<う>じゃあですね、えー、今日はですね、えー、構成といたしましては、特点シーン振り返っていきまして、えー、前日からのオーダー、ちょっと振り返っていきます。 で、えー、最後ですね、アニメーションというか、チャ配球のチャートも使いながら、ちょっとね、えわ、ー、かりやすく僕が気になったところを見ていく。この3本でね、やらさせてください。じゃあですね、えー、まず画像を出してね、えー、試合の得点を振り返っていきたいと思います。この辺、僕のこの胸あたりにね、えー、画像を出して見ていきたいと、この辺にね、思うんですけども。はい、えー、冒頭でも言いましたけども、1回裏ね、 やっぱり一回、じゃ一回表か。一回表。この4失点。もう正直これに尽きると思いますと。はい。まあ今日6対0というところでね。えー、まあジャイアンツ負けてしまったわけですけども、まあ4点がね、この一回表に入ってしまうというところで、まあその、今日の先発菅野投手ね。まあ結構ね、多分 DLA 打線も、 多分チーム単位で多分狙い球を絞ってたと思うんですよ。まああの、後で詳しく見ていくんですけども、どう考えてもですね、逆方向への打球が多すぎるというかね、うん、ストレートという球種を打たれてるところが非常に多いというところで、多分、まああの、傾向的にね、菅野投手今年に関して言えば、ストレートの走りが非常にいいというところで、結構ね、序盤はね、ストレートで押してって、まあ後半、 え、変化球を混ぜながらね、かわしていくっていう、投球が結構多いのかなっていうふうに思うので、そこをね、うまく狙われた感はちょっとあったかな、というふうに思います。で、まず一回表なんですけども、まあその、まあ結構連打を食らうわけですが、まあノーアウト二三塁から佐野選手のね、レフト前タイムリー、二点タイムリーね、これもクソボールなんですよ。高めのクソボール後で見ていきますけども、うん、余裕でボール球なんですよね。これを打てるってことは、おそらく相当ポイントを後ろにして待ってるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。 で、え、ワンアウト二三塁から山本選手のライトフライの犠牲フライね。で、え、ツーアウト三塁から桑原選手のセンター前ヒットというところで、この回4点取られるんですよね。ちょっとね、まあ相手ピッチャーが K 投手で、4点はちょっときついなっていう、初回にね、いきなりっていうのはきついなっていう感じはね、えー、しますとね。 で、まあジャイアンツはずっと得点奪えず、で、6回表ですね、まあ、ピッチャーが畑さんにね、ええー、2シーズンぶりぐらいかな、畑さんが、あの、今日登板しまして、で、先頭の牧選手にホームラン打たれると。うん。まあ、ただ、あの、後続はね、しっかり抑えれてたんで、えー、そこに関しては、畑さんね、3イニングで1失点かな。うん。非常に良かったんじゃないかな、っていうふうに思います。で、えー、9回表ですね、えー、平内投手ね、出てきまして、 え、先頭の宮崎選手。これ宮崎選手がうまく打ったね。うん、マジで。えー、多分ツーシームだと思うんだけど、ツーシームって、右バッターからしたらめっちゃ食い込んでくるんよ、インコースにね。それってめちゃくちゃ難しいのよ、打つのって。こう、自分の近いところに来るから、バットを遠回りしてたら、根っこ当たってバット折れるんよ。だけども、それうまくこう、体に沿わせながらというかね、内から出した、よく上手く、なんか、よく回転したとか言う,言うじゃないですか。よく払ったとか言うじゃないですか。 表現の仕方でね。本当にそれを、えー、もうそのまんまのホームランだったなっていうふうに思うし、これはちょっとね、宮崎選手が上手かったというか、宮崎選手があ非常に上手く打ったというホームランですね。はい。で、そこで6対0というところで、ジャイアンツはまあ1点も取れずというところで、えー、まあ非常に厳しいゲームになってしまったというところでございます。じゃあですね、えー、スタメンね、前日からの変更点ありましたんで、ちょっとこの辺にね、画像、 ま、いつものことなんですけども、この辺に僕の顔をね、えー、多い、えー、埋め尽くすようなね、えー、感じで、えー、画像を出していきたいと思います。はい。えー、じゃあ、まず、ジャイアンツから見ていきますかね。はい。ジャイアンツの前日からの、あの、スタメンの変更点とすればですね、昨日は、あキャッチャーに岸田選手入ってたんですけども、今日は、あ7番に小林選手が入っておりますと。 で、えー、昨日は、あの、レフトね、7番レフト若林選手だったんですけども、今日は6番に上がっておりますと。まあ、大体、あの、ジャイアンツはね、大体ある程度固定してるというかね、5番あたりまではね、えー、まあ1番から5番ぐらいまではもう、守備位置も打順もね、固定できているというところで、まあ変わってもキャッチャーのところか、まあちょっと外野のレフトのところがちょっとこう、あの、入れ替わるぐらいなんで、基本的にはね、 そういったところで、選手は非常にね、やりやすい感じで、え、できてるんじゃないかな、っていうふうに思います。で、昨日はグリフィン投手で、今日は菅野投手というところで、8連勝をかけた戦いが、始まっていくというところです。で、ベイスターズに関してはですね、結構入れ替わっておりましてね、前日からね。前日、1番センターだった桑原選手が、今日はね、7番、7番センターになっておりますと。で、昨日、ライト、2番ライト、梶原選手が、 カジュ選手だったんですけども、今日は1番ライトに入っておりますと。で、えー、3番の機能ね、オースティン、えー、ファーストオースティンだったんですけども、今日は2番に出てきて、2番ファーストオースティンってなってて、まあ非常に超攻撃型だというかね、まあそれが今日ハマった形にはなるんですけども、えー、そういった形で変更しておりますと。 で、えー、まだまだ変更しておりましてですね、えー、昨日お、6番に入ってた、6番レフトに入ってた佐野選手がですね、今日は3番レフトに入っておりまして、で、昨日、まあ先発吉野投手でね、まあ新人のピッチャーというところで、まあ、あるあのベテランのですね、キャッチャーのね、伊藤捕手がね、伊藤光保守が7番に入ってたんですけども、今日はね、えー、6番にキャッチャー山本選手がね、入っております。で、えー、8番にね、昨日はね、ショート。 え、京田選手が入ってたんですけども、今日はですね、えー、8番、ショートにね、森選手が入っておりますと。はい。で、それでピッチャーは吉野投手だったんですけども、今日はケイ投手というところで、まあ、その、打順をね、えー、結構、組み替えてきてるなっていうところはあるので、そういったところで、まあ、2番にオースティンを入れるというところで、まあ、非常に、あの、攻撃型というか、えー、早く点を取りたいというかね、えー、そういったことが、えー、その、打順の意図として現れてるんじゃないかなっていうふうに思います。 じゃあですね、こっからですね、僕は気になったところを見ていきたいと思います。はいはい。まあ、この今日のね、試合語る上でですね、まず一回表なんですよね。結局何回も言うけど、一回表ね、もう皆さんも分かってるわと思うんですけど、一回表ね。えー、まず先頭を軽く梶原選手ね、これレフトへのこれ二塁打。うん。これも、ストレート、ストライク、ストレート、 打たれると。で、これも詰まってるんよね。ちょっとインサイド寄りのボールで詰まってるんだけど、えー、サードの後ろの方に落とされると。で、足早いから二塁打になると。うん。まあまあまあ、これはまだありますよね。で、ノアと二塁で、まあ、オースティン、これ、二塁で打つんですよ。ライトフェ,ンフェンス直撃の二塁で打つんですけど、これも、カットボールがボールになって、ストレートを逆方向にね、打たれるんですよ。フェン直ね。 これからわかるように、まあ相当ね、これ、ポイントを後ろにしてるというか、まあその逆方向を意識してるなっていうふうにね、どっちもね、まあオースティンこれペンチョ直なんですけど、これちょっと詰まったように見えてるんですよね。うん。まあそれはオースティンのパワーがあるから、えー、まあそこまで持っていける話なんですけど、でもね、結構ポイントを近くしてるなっていう感じはね、この二人のバッター見ててね、あるんですよね、まずね。 で、ノーアウト2、3塁で、これ、佐野選手がね、これ、今日の先制タイムに打つわけですけども、これもですね、あ、ここはですね、このチャートを見ながらね、やっていきたいと思うんですけど、この辺にね。これ、先ほど言ったじゃないですか、1番、2番どっちも、まあ、ストレートを、まあ、ちょっと詰まりながらというか、まあ、オースティンは、まあ、ちょっと、新詰まりみたいな感じですけども、あの、ちょっとポイントを後ろにしてるというふうなお話し,したじゃないですか。で、この、ノーアウト2、3塁の佐野選手のこれ、レフトマンヒット打ったんですけど、これもね、1球目カーブ来てファール打って、 2球目、フォーク来てファール打つうんですよ。で、これ2ストライクになるんですよね。で、ここで、えー、まあ、小林保守の構えは、インサイドの低めぐらいに投げ、あの、構えてたんですよ。確かね。なんだけど、菅原さんの球がパーンって浮いて、これ多分高めのボール球なのよ。多分クソボールなんよ、普通に。だけど、その2ストライク、ノーボールっていうところから、この高めのボール球を、レフト前に持ってったんですよ。で、普通、 これって、あのー、タイミングを遅らせてないとというかね、ポイントを後ろにするというか、逆方向を意識してないと、あんな高めのボール打てないわけですよ。うん、ストレート狙いに行ってて、普通に狙いに行ってたら、絶対見逃すボールなんですよ。もう顔ぐらいのとこ来てるから。うん。そんなん普通振らないから、でもそれを振って当てて、それをヒットに持っていくってことは、 多分相当、まあ、ストレートを逆方向にという、う意識がね、まあ、この梶原選手、オースティンもそうですけども、チーム単位としてあったんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。これ、普通に考えると絶対見逃すボールなんですよ。普通に。だからそういったところがチーム単位で多分おそらく、今日は菅野で、えー、こういう傾向があって、じゃあこういうふうにやっていこうみたいなことは絶対出てたと思うんですよね。うん。で、えー、その後ですけども、牧選手三振。これ良かったですよね。で、ワンアウト一塁からこれ、宮崎選手にもこれね、 センターの二塁で打たれると。これも、まあ、その、結局、ストレート、二球行って、空振り空振りで、あ、ストレート合ってないなっていう風になるんですよね。で、そっから、バッターとしては空振りに、二回してるから、ちょっとこれ変化球、来そうだなっていう、というか、変、あのー、 えー、3回空振りするのちょっと恥ずかしいなとか、まあいろいろあるんですよ。だから、えー、ストレートの比重っていうのが高まるんで、だからそこで小林選手は変化球をそこから投げるんですよね。カットボール行ってボールになって、ツーシーム行ってボールになって、で、最後もストレート戻ってくるかなというふうに思ったら、スライダー行ったんですよね。でもそれをうまく打ったんで、今日宮崎選手ね、素晴らしいね。やっぱり打撃技術高いよね。うん。 で、ワンアウト二三塁からこれ山本選手のこれライトへの犠牲フライ、初級のストレートなんですけど、こんな完璧にね、犠牲フライ打ちに行ってるんですよ。どう考えても。お逆方向に打とうとすると打球って上がりやすいというかね、フライになりやすいんで、あの、それをもうマジで初級、ストレート、ちょっとインサイド寄りのストレートなんですけど、もうこれもう完璧に狙いに行ってるなっていうところ。で、このフライも、あの、ライトに打ってるっていうのが良くて、これランナー二三塁じゃないですか。ワンアウト二三塁で、例えばこれ、 えー、レフトフライとかだ,だったら、ランナーが、ランナー、二塁のランナーが三塁に進塁しにくいんですよね。だけども、ライトフライを打つことによって、二、え、塁、ー、の走者もタッチアップできるっていうところで、これね、非常にね、いい犠牲フライだと思います。で、で、二塁ランナーが三塁ってね、ツーアウト三塁という場面に着くじゃないですか。で、ツーアウト二塁なのと、ツーアウト三塁なんて、全然違うんですよね。バッテリーに対する、 えー、かかるプレッシャーも違うし、えー、まあ、ヒットさえ出たら絶対点が入るっていう場面なんで、絶対二塁より三塁の方がいいんですね。ツーアウト二塁よりもツーアウト三塁の方が。で、ここでクワラ選手がこれね、センター前ヒットというところで、これもしツーアウト二塁のまんまやったら、えー、帰れてないかもしれないですよね。だから、この山本選手の犠牲フライ、このライトへの犠牲フライというのが市場に生きてるというところです。で、次ですね、これね、一回裏なんですけど、あの、例えばね、あの、4点取られたじゃないですか。で、 えー、例えば、その、すぐにね、1点でもいいから、返せてたら、非常に、あ、まだまだいけるぞって4点全然余裕やだろっていう風な雰囲気になるんですよね。だから、この、大量得点取られた後と、頭をね、回ってめっちゃ大事なんですよね。で、早速いきなりね、校長の丸さんがこれ、レフト前ヒット打ってくれるんですよ。先頭のね、1回裏に。で、ノアド1塁で吉川選手、これ、ショートゴロで、ね、あのー、ボテゴロだったんで、まあ、ランナー2塁まで進塁するんですよね。 で、これここですね。ワンアウト2塁でヘルナンデス空振り三振するんですけど、これちょっとね、配球チャートこれ見ながらね、えー、やっていきたいんですけど、まあ今、マルさんとヘルナンデス、まあカズマもそうですけども、まあ好調じゃないですか。めっちゃ売ってるじゃないですか。で、その上で、えー、4点取られた後の回というところで、この回は絶対点取りたいわけですよ。1点でもいいから。で、えー、その好調のヘルナンデスに回ってきましたと。で、そこで空振り三振しちゃうんですけど、これね、ちょっとケイ投手がね、 ま、力入れたというか、もう打てるボールがあんまりなかったですよね。3球三振したんですけど。え、ストレートでインサイドでね、ストライク取って。で、インハイのボールで空振り取って。で、最後、インサイドのスライダー、ストライクからボールになるボールで三振というところで。これはね、まあもちろんヘルナンデス打ってほしいのはもちろんなんだけど、これちょっと打てるボールがマジで1球もなかったなっていう感じは僕見ててあって、そこでしっかりギアチェンというかね、まあその勝負どころ、 を、おしっかり見極めて、その投球できるこの K 投手の、えー、ず、頭脳というかね、頭の賢さにすごいなっていう風に思いましたし、いいピッチャーだなーっていう風に思いました。で、えワ、ー、ンアウト一塁からこれ岡本選手フォアボールで、えツー2アウト一二塁作るんですけど、まあ、大城選手がね、えー、ショートゴロウで1点も取れずというところで、まあ、やっぱりこのワンアウト二塁でのヘルナンデスの三振というところが、まあ、非常に大きかったと思うし、 まあね、非常に難しいボールではあったんだけども、ここでヘルなんですが、打ってくれたら、試合もね、もうちょいなんか違った未来になってたんじゃないかなっていうふうに思います。で、えー、冒頭でも言いましたけども、ケイ手ね、めちゃくちゃいいピッチャー、球も速いし、変化球もある程度操れてるっていうお話しましたけども、 結構ファーボール多かったんですよね。今日、5つあったんかな ?5 つファーボールあって、結構先頭とか1アウトから結構ランナーを出すことって結構多かったんですよね。で、この4回ンをですね、これ、先頭の岡本選手にファーボールを与えてるんですよ。で、あ、これちょっと、この回点あるかなって、得点できるかなというふうに思ったんですけど、まあ、大城さんが見逃し三振、えー、若林選手が見逃し三振、で、2アウト1塁から小林選手もセンターフライというところで、 ま、やっぱり、えー、点入らないんですよね。だから、ヒットも今日日本か、日本だし、えー、フォアボールも5個出し、出して、あの、出塁はできてるんだけど、結局、ヒットが2本なんで、うん、それは天入らないよなっていうところ、うん。で、ましてや今日の投球見てても、力のあるボール155とか投げてたから、左で。結構いかついし、で、スライダー、カットボール、で、チェンジアップか。右バッターには結構チェンジアップもあったし。 そういったところで非常に、ええー、やっぱりね、まっすぐあるんだけ強いと変化球もやっぱりある程度生きてくると思うし、非常にね、えー、難しいピッチャーだなというふうに思いました。で、 ええとですね、えー、かったのはね、初回、菅野さんが4失点したんだけど、2回、3回、4回は、三者凡退に抑えてるんですよ。そこはやっぱ修正できたし、特に高さというところね。配球も、結構ね、変化球を交えながらっていう配球に変わりましたし、2巡目以降は。うん、高さ、ボールの高さというところも、すごく改善できてたんで、やっぱり、4点は取られたけども、やっぱ修正能力っていうのはさすがだなっていうふうに思いました。で、 6回表でですね、え畑投手がね、久しぶりの登板というところで、まあ先頭のね、牧選手にホームランを打たれるんですけど、まあこれちょっとね、あの、ここ、ここで解説していきたいんですけど、まああのー、やっぱり2ボールにしちゃったのが、あのー、ダメだと思うんですよね。ダメというか、まぁ、あ、あのー、残念だったと思うんですよね。まあカットボール行ってボール、カットボール行ってボールなんですけど、これも結構惜しいとこいってるんですよ。ちょっと低いなっていうところあるんですけど、これがもしワンワンとか作れてたら、 また結果は変わってたと思うんですけど、まあ、ちょっとね、狙いすぎたというか、まあ、久しぶりの登板で緊張もあったりとかね、いろいろあったと思うので、そこで2ボールにしてしまって、まあね、まっすぐで、えま、ー、っすぐ1本で相手待たれてね、で、ホームランになってるっていうところで、まあこれで、その、畑投手の、やっぱ強いボールに対してですね、初めて見るストレートに対してですね、そこで、ファウルであったりとか、空振りをせずに、しっかり一発で、 ましてや、スタンドのね、左中間の上段ぐらいまで持っていく、この牧選手のパワーもそうですし、一球で仕留める力っていうのは、すごいなというふうに思ったし、畑投手もね、別に全然悪いピッチングじゃなかったし、今日見ててね、うん、テンポも良かったし、えー、そんなフォアボールフォアボールで崩れるわけでもないし、うん。まあ、あの、役割としてね、序列は低いですけども、うん、えー、そういったところで、まあ、その、 えー、点差が空いてる時とかっていうのは全然任していけるなっていう風なね。えー、まあホームラン打たれましたけどね。そういう風に僕は思ったんで、これからもね、頑張ってもらいたいなというふうに思います。でですね、6回裏もね、ジャイアンツね、いい感じでチャンスというか、あ、いけるかなっていう風なところは作ってるんですよ。ワンアウトからヘルなんですがね、これライト前ヒット打って、よし、この数までなんとかっていうところで、 あ、だって一塁からね、岡本選手、これ、ショートゴロゲッツーになるんですよね。これもね、うまいこと配球してましたよね。ストレートで、これまでずっと押してきたのにもかかわらず、このカズマの時に、チェンジアップ、チェンジアップ、カット、カット、チェンジアップというところで、一球もストレートいってないんですよね。うん。ストレートの威力が落ちたとか、そういうわけじゃないし、全然150キロとか全然この回でも出してたんですよ。6回裏でもね。だけどもそこであえて、あのー、強いストレートを隠して、 全部変化球、チェンジアップとカットボールで行って、最後チェンジアップで、えー、まあ、泳ぎながらね、ショートゴロゲッツーに打たれる、あの、打たされるというところで、昨日も言ったかな、あ、おとついか。言ったけど、あのー、山本保守っていうのはめちゃくちゃ配球いいね。頭賢いね。本当に賢いと思うし、すごくいいキャッチャーだと思う。本当に。まあ、岸田選手もね、僕いいなっていうふうに思うけど、この山本選手っていうところは、バッティングもそうだし、めちゃくちゃ配球っていうところを考えてるなっていうところはあります。 で、え、7回裏にもですね、これ先頭の大城さんがね、これファーボール出したんですよ。ファーボール出たんですよね。なんだけども、えー、若林選手がショートゴロ。で、ピンチいった坂本選手がセンターフライ。このピあのね、センターフライもね、僕感じ悪くないと思うんですよね。えー、まあクイックで投げてくるんで、足を上げるんじゃなくて、まあ、大谷翔平選手みたいに、まあ、ノーステップで打ったセンターフライなんですけど、これも別に全然、全然ね、打球速度とか、あの、 あの、捉えている感じとかも、僕は見た感じ悪くないなというふうに思うので、まあ、あの、ヒットは確かにね、出てないかもしれないけども、あのー、この間のセンターフライもかな、えー、打撃の質というかね、打席の内容っていうのは絶対上がってきてるんで、そういったところで、もうちょいチャンスあったらね、僕、本当に打ち出すかなとっていうふうに思います。本当に。 はい。で、最後、まあ、9回表ね、まあ、平内投手行きまして、まあ、テンサーんでね、行きまして、まあ、宮崎選手ホームラン。まあ、これもね、ストレートボールになって、ツーシームのね、先ほど言ったように、食い込んでくるボールに対して、めちゃくちゃ体うまくターンしてね、ホームラン打ったっていうところで、これは別に平内投手のボールが悪いとか言うわけじゃなくて、シンプルに宮崎選手の打撃技術がエグいというところで、まあ、そういうですよね、はい、6対0というところで、まあ、負けてしまいましたと。 まあ、やっぱり4、4点ね、4点きつかったし、まあ、4、2回、3回、4回、菅野さんね、しっかり、あの、修正できたのはいい、いいところだと思うんですけど、やっぱりね、初回の入りっていうのは、どのピッチャーでも、ある程度やっぱり不安があって、え難しいところっていうのは、僕はピッチャーじゃないのでわからないですけども、どう考えてもね、やっぱり、ね、え苦労してるピッチャーが多いんで、そこはやっぱ難しいんだなとっていうふうに思うんですけど、 まあ、そこをね、えーまあ、2回、3回、4回のピッチングを初回から、ね、できるように、えー、今度はね、してってもらいたいと思うのし、えー、思いますし、それが、えー、ブルペンからの準備なのか、あ,あたまた、こう、配球なのか、それか、自分のコンディションなのか、気持ちなのか、そこは、ちょっとね、えー、菅野投手に聞いてみないとわからないですけども、そこをね、しっかりこう、1回にね、ある程度やっぱりこう、 はい、そんな感じでね、今日はちょっと寒風巻きをしちゃったんで、まあ非常に悔しいゲームだったんですけど、まあ収穫もあ,ありましたし、あのー、ケイ投手もね、非常にいいピッチャーだなというふうに思ってたしあ、次ね、えー、もう一回やるときはですね、絶対攻略したいなというふうに思うし、あのー、やはり、あのー、まあ日本ではね、日本のヒットではなかなか勝てないというのがあるので、 うん。今度はね、K 投手を打ち崩せるように僕もね、えー、ちょっと作戦を練って、えー、動画にまたま、とめたいと思いますし、えー、明日以降のね、阪神戦かな。非常に大事なね、ゲームになってきますから、そこをね、えー、切り替えてね、えー、また勝ち越しできるようにね、えー、頑張っていってもらいたいなというふうに思っております。はい。そんな感じで今日はお様いつもます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日はお会いできます。じゃあバイバイ。 And I want to go and I want to go and go.